ポンちゃん、おはよう。ピント、ピント、ピントが迷ってます。ピントが迷ってます。おはよう。ポンちゃん、ピントを惑わす女だもんね、こうやってね。ポンちゃん。はい。ポンちゃん、混み合っております。混み合っております。なぜかというと、こんなことが始まったからです。はい、ポンちゃん、投げますよ。ちょっと待ってね。お待ちかねであす、ら、ポンポさンん、どちこゃ行くの？ここでは、ジャン君。ジャン君、直接チュールにする？それともお皿チュールにする？ポンちゃん、どうぞ。この近くまで持っていかないと食べないポン。ポンちゃん、贅沢だよ。ジャン君にあげられないんですけど、ポンちゃん。そんな時、ジャン君はじっと待ち続けています。ジャン君おいで。ジャン君、ジャン君ごめんね。ポンちゃんはね、ここ置いとくね、ちょぽんちゃん。ちょっと食べはい、てジャね。ン君。ジャン君出す？チョクチュールにする？チョクチュール。あれ？どこにいるの？入った。はい、ジャン君、チョクチュールにする？はい、ジャン君。ちょっとおいで。おいで、おいで。チュール、チュール。垂れた？あ、本当だ。チュールちゃん、チュール。もうちょっと前に来る？もうちょっとおいで。おいで。はい、おいしい。おいしいね、おいしいね。ジャン君、いただね。お茶半分残してるよ。そうなんだよね。パンちゃん。指触っちゃった。ちょっと持っててあげればいいの。あ、でもね、もう食べないかも。食わないのかい、パンちゃん。贅沢な子だね。チキンだったら食べたかもね。はい、新しい。ものがまた届いちゃいました。ありがとうございます。このまた赤毎年恒例になっている手延べそうめん。手延べ麺。そう、そうめんではないの。いつも毎回こう言っちゃうんだよね。ありがとうございます。すげえ大量だよこれ。いつもね、あの重い おそばと、うん、あのコーヒーと一緒に送ってくれるんだけど、場所が違うので別々に届くみたい。どうもありがとうございました。重い、本当だ、重たい。なんか重い、いつもより重たい気がする。そう、ありがとうございます。一応開けますけど、開けていいですか？開ける？一応ね、中身をね。そうめんじゃないんだよね。おそうめんよりもちょっと、よいしょ。このパッケージを。なんか、毎年いただく。あ、ちょっと待って、ポンちゃん。いいよ、いいよ、いいよ。はい、大丈夫。岡部。岡部の。岡部の。お。
おお、びっくり。そんなね、ボンちゃんびっくりしたね。はい、いつも。岡部の美味しい食べ方。うん。美味しいんだよね。そうめんよりちょっと太い、ちょっと太いのかな。それでなんかちょっと四角いんだよね、麺がね。こっちは何かな。同じものじゃない。あ、麺つゆ。麺つゆここにもあるよ。追加の麺つゆ。追加にしてくれたんだ。ね、へえ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。これでこの夏乗り切ります。乗り切れるね、これ。毎年美味しいんだよね。ポンちゃん箱に入りました。入るよね。ジャン君はこいつです、うん、いつまでもこいつです。だって吐くの、ポンちゃん吐くの、そこに吐くの。続きまして、でかいよこの箱、比較、ポンちゃんのケツと比較です。ポンちゃんのケツ、はい、でも小さいよ。中はこれでした、だいぶ空間空いていますが、もったいないね。これは何なのかもう分かっております。でもあれだもんね、壊れないように火を入れてくれたのね。もうポンちゃん入る、これ。はい、あ、こういう感じのやつ。あ、はい、ポンちゃん、はい、いわゆるカゴのような、あん、猫ベッドベッド、夏シート敷きブルー、夏っぽい、なんかカゴ、カゴベッドって書いてあったよ。カゴベッドなのね。そう思うんだけど。はい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 、はい、もうドーム型。ビニール取ってないんです、ポンちゃん。はい、気に入りました。年間通して使えそうなのでって書いてあるから。うん。年間通して使えるっぽいよ。いいね、ポンちゃん。いいね。でもビニール取った方がとても気持ちいいと思うよ、ポンちゃん。ポンちゃん。はい、まあいいか。後で取ります。どうもありがとうございました。これ。これね、全体がよくわからなかったから。こんな感じでございます。あとでね、ちゃんとした宝だろうね。はい。ポンちゃん。瞬殺でここ来たから。ポンちゃん。はい。ポンちゃんのものになりました。ポンちゃんにはビニールがかかっててもかかってなくてもいいんですか？あ、ポンちゃんビニール好きだもんね。はい。ポンちゃん、どうもありがとう。ありがとうございます。はい。正式な最終形態こんな感じでした。こんな感じになりました。よかったね、ポンちゃん。いいのもらったね。よかったよかった。いい子だね、ポンちゃん。これが本当にここに中に入れるものなのかどうかはちょっとよくわかりませんが、うん、とりあえず入りました。ポンちゃんかわいい。いいね、ポンちゃん。